皆さんこんにちは。今日ご紹介いたしますのはサンダーバードメカニックモデルパート1です。タカラトミーアーツから発売の1回400円のガチャガチャです。ではラインナップを見ていきましょう。サンダーバード1号、サンダーバード2号、サンダーバード S 号、ジェットモグラ、以上全4種類です。そして今日ご紹介するのはサンダーバード1号と2号を紹介していきたいと思います。そしてこちらに用意したのが、こちらがサンダーバード1号ですね。カプセルを開けるとこのように本体とシールが入っています。そしてサンダーバード2号の方もこういった感じでシールと本体とシールが入っています。では早速組み立てていきたいと思います。まず1号の方、結構細かいパーツが入っていますね。そしてロケットの先もくっつけます。そして羽の部分が4つありますので、これをここの、ちょっと見にくいんですが、ここの穴に4つ差し込んでいきます。これで本体は完成です。その後にこのシールを貼っていきます。こんな感じでサンダーバード1号完成です。では次に2号を組み立ててみたいと思います。こちらもこれだけのパーツが入っています。そしてこちらも先にシールを貼った方がいいんですかね。これもここにシールの説明がついています。これで一旦組み立ててみたいと思います。そしてこれと、これがくっつくのかな。こうですよね。あ、ついたついた。でこちらもつけます。つけます。ついて、これがこうですね。では後の方がいいのか。これがよいしょ、結構難しいですね。多分対象年齢がのサンダーバードを見ていた時の大人の方向けだと思うので、プラモデル世代の方にはたまらない商品かと思うんですけど、ちょっと私には難しいです。
してこれをここにつけて、つけて、あと羽、羽が、あ、ここですね。ここに羽をつけると思うんですけど、落ちてきちゃいますね。どうなってんだろう、これ。あ、こっち向けにするんですかね。こういう風なんですね、羽が。なのですいません、間違えました。このシールはですね、内側につけることになるんですね。あ、難しい、難しいけど好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。これはこのようになります。そしてですね、これがこの箱の中に入るそうです。開いてまして、この中にポットが、ポット内にミニ4号が収納される。すいません、だらだらと説明してしまいましたが、今日はサンダーバードメカニックモデルをご紹介いたしました。これからもいろいろな商品を紹介しますので、チャンネル登録よろしくお願いします。